性加害問題を直視できない、ジャニボタの真鍮、金プリ、ミリオン達成、後押しの集結力にも、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニボタのパワーは時に巨大な力となる。だが、暴走すると世間に違和感を与えるだけの存在でもある。5月14日、ゆえジャニー北川氏の性加害問題について、 ジャニーズ事務所の藤島ジェリー恵子社長が公式サイトに謝罪動画をアップした。テレビやスポーツ紙も報じ、半世紀以上続く疑惑をようやく大手メディアが取り扱い、ジャニーズに興味のない一般人にも周知の出来事となった。今回、ファンが有志団体、ペンライト、ペンライト、ジャニーズ事務所の成果内を明らかにする会を設立し、事務所に1万6000人余りのネット署名を送っていた。 ジャニー氏の性加害問題の真相解明を期待するファンは0.1%。有志団体の行動も、事務所が謝罪動画を作る原因になったかもしれません。ただ、ジャニーズは複数のグループが全国の道具球場で講演をしていますし、ファンの総数は数百万人。下手すればもっといるかもしれない。そうなると、0.1%程度のファンしか署名をしてないという計算もできます。熱心なファンになれば、なるほど。 ジャニー氏の性加害の噂は知っていたでしょう。大手メディアがだんまりを決め込んできたのは疑いようはありませんが、ジャニーズファンも黙認してきた。そして、まだに、ジャニーさんは悪くないと考えるファンもかなりいるんです。芸能関係者、ジャニー氏の性加害については50年前以上から書籍や週刊誌などで取り上げられ、1999年には、週刊文春がジャニー氏の性加害を14週にもわたって報道した。 ジャニー氏とジャニーズ事務所は、文書を名誉毀損で提訴したものの、2003年に東京高裁でジャニー氏の性加害が認定されている。それにもかかわらず、SNS では、ジャニーさんが亡くなってから告発するのはおかしい。死人に口なし、なんだからというような、ジャニごたな意見も目立つ。生存中も告発はいくつもありました。ジャニー氏の死去は関係ありません。 今までテレビなどの大手メディアがほとんど報じなかっただけです。今回、告発した被害者たちだって、ジャニー氏に生存中に罰を受けて欲しかったと考えているでしょう。彼らがトラウマを含め、どれだけ苦しめられてきたか。話せば、ブラッシュバックして苦しむことになる。それでも勇気を持って表に出てきた。それなのに、死人に口なしだから好き勝手言ってるなんて、普通の感覚なら書き込めないですよ。 ジャニーズファンの中に、被害者の気持ちをもんたかれない人がいるとすれば、あまりに悲しいことです。メディア関係者。ジャニーズファンの暴走といえば、昨年11月にキングプリンスの平野史洋26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退すると発表した際、ファンの一部が不満の声を上げた。脱退の説明をする動画を見て、事務所に言わされていると感じた。 ティアラが厚生取引委員会に、金プル脱退の件と対処者への例文の調査及び指導を申し入れた。ファンは自分の中で、三人は本当は脱退したくないんだと答えを決めつけて、それに合う理由を必死に探す。だから、辻妻が合わなくなり、世間からその行動を疑問視される。そうではなく、フラットに物事を見た上で、彼らの心境を考えれば、事務所に言わされているなんて結論にはならないはずです。 5月22日をもって平野、騎士、神宮寺は脱退しますが、15日にデビュー曲、シンデレラガールがご年越しで100万枚を突破した。デビューの時、6人がミリオンを達成したいと夢を語っていたので、ファンが頑張って CD を購買したのでしょう。ファンの力が集まると、良くも悪くも強大な力になる。全室を芸能関係者。金プリのミリオン達成のように、ジャニーズファンは束になると、 巨大勢力となるのだ。スマップ解散報道では、キムタクヨーのスポーツ紙に矛先を向ける。スマップの解散が噂された頃、スポーツ紙は事務所寄りで残留の意向を示した木村拓哉を好意的に扱った。一方、独立を画策したと言われる中江正宏や稲垣五郎、草子を、香取慎吾はネガティブに報じた。中立構成であるべき報道機関なのに。 事務所の代弁者と思われても仕方のないような記事が並んでいました。しかし、その報じ方に違和感を持ったファンが SNS などで声を上げたことで、今ではスポーツ紙もジャニーズより一辺倒の報道をしづらくなった。今回のジュリー氏の謝罪動画について、スポーツ日本は厳しい論調で書いていましたが、昔なら考えられないでしょう。スマップの解散報道が潮目となったのは間違いありません。どう 良い面が見られたスナップの件と違い、今回のジャニー氏の性加害報道については、ジャニボタノフの側面があらわになっている。告発者を否定するファンの中には、自分の推しを育ててくれたジャニーさんがそんなことをするはずがないという気持ちがあるかもしれない。しかし、20年前に裁判でジャニー氏の性加害は認定されています。今回の告発者たちの証言も具体的で嘘とは全く思えないし、 複数の被害者がいるわけです。そんなことをするはずがないは願望であり、今回の告発を否定する根拠にはなりません。信じたくない心理はわかりますが、SNS にジャニー氏を肯定するようなことは書き込まない方がいい。どんどん、一般人からジャニーズファン、いわゆる、ジャニボタというカテゴリーが疑問を持たれるようになり、引いては、推しにもマイナスになりますから、前室の芸能関係者。 ネットで発信するジャニーズファンには、こうもあれば罪もある。ジャニー氏の性加害問題について感情で突っ走るのではなく、もう少し理性的になった方がいいかもしれない。